トすることになりました。やっぱそうですね。どれぐらいされてますか？今10年ぐらい。ブラックカルチャーに、まあ、ある種あの興味を持つとか好きになるきっかけって何かありました？ Hey guys, how you doing? I'm Takashi from Japan. So today I'm going to interview Japanese guys who have dreadlocks. I'm gonna ask them why they choose to have dreadlocks hairstyle. Are they interested in black culture? Something like that. Okay, let's find out today. On my channel, I interview Japanese people and foreigners in Japan. So it's the best channel for anyone who wants to come to Japan without traveling or living. You can also learn Japanese here. So if you haven't subscribed, please subscribe to my channel. And on my Instagram, I show my daily life in Tokyo and share information about Japan. And I'm uploading short version of my interview. So if you haven't followed yet, please follow it too. Okay, let's get started.はい、ありがとうございます。ドレッドしてるじゃないですか。はい、なんかどうしてドレッド しようと思いました。もともと中学校の時にあのこうブラックカルチャーが好きになって、うん、まあそれでまあいつか大人になってやりたいなと思って、まあ今やってる感じですね。ダンサー。そうですね、ダンサーです。日本でドレッドすることって、まあ、やっぱり珍しいじゃないですか。タイポ。なんかいい部分と悪い部分あります。ドレッド実際してみて。まあ圧倒的に目立つし、やっぱ洋服も締まるし、本当なんかこう、まあ、ちょっとまだ偏見が固い人とか、偏見がある人とかにはまあちょっと受け付けられないっていうの。え、親御さんとか何も言わなかったですか？ Did your parents say something? いや、もう It's cool? Hey chat, okay. If that's cool, how come when you see a white motherfucker do it, y'all get tight?When you see a white motherfucker doing y'all niggas talking about appropriation all type of shit. There's Twitter threads and shit. Talk about it. I don't, because they white. Alright, now tell me the difference. Tell me the difference between a white person doing it and an Asian person doing it. Tell me. Because we Asians fine. white people enslaved us. White people are the only people that enslaved us? White people are the only people that bought us and shit? Is that what you're saying? Asians cool as fuck. Asians is cool as fuck. There's cool white people too, though. Asians didn't. Okay.Minority versus majority. I want to fuck your face. Asians made anime. Japan has culture. Okay, I just look at y'all opinions right quick. 好きなようにしろって、まあ、ずっとダンスやってたし、そういうのが好きってのしてたんで、実際どういう誰見て憧れました？あ、まあでももちろんその中学校の時は黒人のダンサーとか、もう今最前線でやってるラッパーとか、イアン・コナーっていう、まあ、ファッショニスタの方なんですけど、やったりリルナズ X っていうラッパー、なんか実際どうでした？やってよかったですか、ドレッド？いや、俺はもうめちゃくちゃ好きなんで、やりたいですね、ハゲない限り。周りがほぼ俺らの友達はドレッドなんで。あ、マジっすか？そうなんですよ、みんなドレッドで。っていう人たちの集まりのとこにいるんで、そういう人ばっかっすね。なるほど、ありがとうございます。はい、ドレッドされてるじゃないですか。はいはい。どういう経緯でドレッドすることになりました？やっぱそうっすね、ヒップホップとか、ストリート系の。カルチャーがやっぱかっこいいなと思ってて、それは日本のですか、アメリカのですか？アメリカっすね。アメリカ、日本のラッパーとかでもドレッドしてる人が結構増えてきたから、まあ、見る機会が多くなってきた。Yeah, look fire. It does look fire. アメリカのヒップホップ聞きますか？ It doesn't really fit him that much though, but the hair itself looks fire. どのラッパーが一番好きですか？いや、全然ドレッドじゃないけど、ツーパックとか、あとヌジャベスってわかります？I like the way this nigga talk. あれですよね、あのローファイの。ローファイ。聞くっすね。I don't know anything at all. You got, yeah. Why drag out his words at the end? 実際日本でドレッドしてて、いい部分と悪い部分を教えてください。日本でドレッドすることには。やっぱりみんな知らないから。うん、からめっちゃ質問されるし、あの、まず一番多い質問が、だってさ、それ洗えないじゃんみたいな。
そうそうそう、知らないからみんな不潔に見てんじゃないかっていう。どれぐらいされてますか？ Alive address 10 years right? Is it 10 years guy? そのブレイズとかいろんな種類あるんですけど、そういうの合わせたら半年以上は続けてるっすね。Wait, this is not the 10 years guy. Wait, what? 仕事とかなんかどういうんですか？今、はい、フリーターです。フリーターですか？なんかやっぱこういう髪型してると、まあ日本のいわゆる普通の会社にはつけないじゃないですか。それはデメリットとはあんまり考えてないですか？捉えてないですか？そうっすね、あんまりそういう縛りあるとこは働こうと思ってないですね。なるほど。外国人に声かけられたりとかします？あ、ありますね。ナイスヘア、ナイスヘア、He said ナイスヘアで写真撮ったりみたいな。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。ドレッドされてるじゃないですか。しようと思ったきっかけって？特にないんですけど、まあちょっとモテようかなぐらいです。なるほど、はい、ドレッドしてると日本ではどういう目を？ジェイコー？Yo, yo, why he got J. Cole? Yo, why he got J. Cole on him, bro? いい部分でも悪い部分でも。そうですね。ポジティブサイド。いい部分だと結構まあ話しかけてくれる方が多いっていうのもありますね。で、一個悪いのは、警察に職質されたことがあるっていうぐらいですね。はい、なるほど、なるほど。ドレッドしてて大変なこととかありますか？自分メンテナンスがそういう面で。ドレッドしてすぐの頃は頭が痒くて大変だったんですけど、今はもう全く気にならないですね。はい。どれぐらいされてますか？今10年ぐらい。Yeah, まあ、ちょっと仕事の関係で、まあ、切ったりはしてるので、本当だったらもうちょっと長いはずです。仕事良ければ聞いても大丈夫ですか？仕事はまあ工場の、I knew it! I was gonna say construction or some shit. 大丈夫なんですね。はい。I don't know why, just 帽子みたいなのがかぶるんで、その中に入れば大丈夫だよと社長の方に交渉して OK いただいたんで。友達とか家族とかの反応どうでした？ドレッドにした時。結構レアだと思うんですよ。Yeah, would your mom care if you got tattoos? そうですね。でも別に特に何も、うん、子供ちはあまり、まあ、好意的ではないっていうか、子供、はい、お子さんが、はい、なるほど、別にって感じですけど、多分もう見慣れてるから何ともですけど。あ、最後に、はい、あのドレッドってあのアフリカ系の方たちのルーツがある文化じゃないですか。それについてなんか、はい、なんか何ですかね、学んだりだったりとか知ろうとしたりとかっていうことはありました、うん、ですね、やっぱり、まあ、ドレッドっていうと、まあ、ラスターいう人がまあ一番初めに来るかなとは思うので、まあそういうのはもともとレゲエが好きだったので、なんとなくはちょっと知ったりっていうのはありました。 I want to see him say, I want to hear him say black. ドレッドに関係する文化だったりとか。 Hold on, Jack. Before we get to Resident Evil. It's interesting. The reason I decided to make this video is when I walk on the street in Tokyo, like there are so many young Japanese guys who have dreadlocks, like perm. I thought it was kind of trending, so I wanted to make this video. And actually, it wasn't hard to find people to interview either. I just walk around in Tokyo and easily I could find, you know, someone who had dreadlocks. So I just asked them and filmed. Okay, anyway, thank you for watching. If you like this video, click like button. Please subscribe to my channel. And if you have any question you want me to ask people in Japan, please leave the comment too. See you next time. No. I'm going to fucking sleep. I'm going to sleep, bro. All right, let's go.